おせち料理。おせち料理は、せちえや節句に作られる料理。節日のうち最も重要なのが正月であることから、正月料理を指すようになった。単に、おせちとも言う。おせちは、ごせっく、おせちく、おせつくや、節ちえの略であり、中国から伝わったごせっくの行事に由来する。奈良時代には、朝廷内でせちえとして行われ、そこで供される句号、せっく。 生畜といった。現在のような料理ではなく、高森になったご飯などであったとされる。このご節会の儀を、一般庶民が習ってご節句を行うようになったものと考えられている。もともとはご節句の終儀料理すべてを言ったが、後に最も重要とされる人実の節句の正月料理を指すようにな。正月料理は、江戸時代の武家作法が中心となって形作られたと言われている。 江戸時代、関西では、宝来飾り、江戸では、食い、摘み、九州の佐賀、長崎などでは、宝来台手掛け盛りと称し、年神様に参法などでめでたい食べ物などを床の間に、飾り、また、年始の挨拶に訪れた客にも振る舞ったり、家族も食べたりした。ああ、片原久し、1853年によれば、天明の頃までは食べていたが、それ以降は飾るだけとなり、 正月料理は、十詰め等へと変化していく。禅に盛られた料理と十に詰められた料理が用意され、このうち禅に盛られた料理を、おせちと呼んだ。あとの、東京風俗し、明治三十四年による当然に備えた煮物を、おせち、十詰めしたものを、食尺と呼んでいる。十箱に、本禅料理であった煮しめを中心とした料理が、詰められるようになり、 食尺とおせちの融合が進んだ。現在では重箱に詰めた正月料理をおせちと呼ぶようになっている。重箱におせち料理を詰めるようになったのは明治時代以降のことと言われている。重箱におせちを詰める手法が完全に確立した時期は第二次世界大戦後でデパートなどが見栄えの良い重箱入りのおせち料理を発売したことによるとも言われている。 正月料理の十爪については、江戸時代の文化、文青年間の料理茶屋における料理の影響を受けていると見る説もある。おせち料理の基本というのは、岩井魚三種、三つ魚、口取り、西目、酢の物、焼き物である。地方により構成は異なる。三つ魚の内容は、関東では黒豆、数の子、ごまめ、田作りの三種、関西では黒豆、数の子、 叩きごぼうの三種である。一つ一つの料理は、火を通したり干したり、あるいは酢に漬けたり、味を濃くしたりするなど、日持ちするものが多い。これは年紙を迎えて、共に食事を行う正月の日を聖なるものとして捉え、神と共食する雑煮を作る他は火を使う煮滝きを、できるだけ避けるべきという風習に基づく。火事から女性を解放するためという要素があると見る、説もある。 また、関西には、にらみ台といって、正月三が日の間は箸をつけないお頭好きの、たを焼いたものを十詰めする風習がある。現在では、日本の食文化が多様化し、食品の保存技術も進んだため、生物や、珍味のほか中華料理、西洋料理など、多種多様な料理を十箱に詰めて供することも多い。マリネなどのオードブル、ローストビーフや、 牛肉の八ー巻きなどの肉料理、寿司などが企業や生活情報サイトなどでレシピとして提案されている。おせち料理は家庭で作る以外に店頭渡し、または宅配サービスを前提とした予約で、食料品店、百貨店、料亭、インターネット上の店舗などが販売し、買い求める人々も増えている。受付は9月頃から始まり、 ほとんどは年末に受け渡されるが、年末年始の旅行から帰宅後に食べられるように、1月2日から1月中旬にかけての配達に対応する百貨店もある。おせち料理として組み合わせる料理の単品販売、一人で食べるおかずと様おせち、パフェ風おせち、さらにはペットとして飼われている犬向け等へと多様化が進んでいる。おせち料理を詰めるのには組重。 組になった銃箱を用いる。銃箱に詰める意味は、めでたさを、重ねるという意味で縁起を担いだものである。銃箱は外を黒塗り、内を朱塗りとしたものが正式とされる。組銃については、本来は五段銃であったとも言われ、この五段銃を正式としている説もある。ただ、最近では四段銃が普通となっており、この四段銃を正式なものとしている説もある。 四段重は、春夏秋冬を表すと言われ、また、完全を表す、三にさらに一つ重ねる意であるとも言われる。一方、五段重における五の重は土曜を表すと言われる。ただ、五の重の内容については、諸説あり、五段重を用いる場合、来年こそは重箱を一杯にできますようにという意味で、五の重には、実際にはめることはしないとする、もの。 生すやすのものを詰める銃であるとするもの、控えの銃として多めに、おせち料理を詰めたりあるいは、家族の好物を詰めるために用いられる銃であるとするものなどある。なお、組銃の四段目については、死が、死を連想させ、吹きつけ縁起が悪いことから、世の銃と呼ばれている、四の字も参照。三段銃や二段銃といった略式のものも多くなっている。 十めの形式には、一末、七宝、八宝、段取り、マス爪、み取りといった形式がある。一つの十の品数は、奇数とする。関東では、隙間なく、詰められるのに対して、関西では、裏白などを飾り付けながら、ふんわりと散らしながら詰められていたが、後にその限りではなく、販売している、関西風。 強風を不死も隙間なくキッチと詰めて販売しているのが、ほとんどとなった。四段重の一般的な構成については次の通り。五段重の一般的な構成については次の通り。なお、黒豆、田作り数の子の祝い魚については一の10に、入れられるほか別の入れ物に盛り付けられることもある。おせち料理は元来は、大晦日から元旦にかけての年越しにおいて食べるもので、 あったとされる。北海道、東北など一部の地方では、年迎えの儀として、大晦日に食べる風習が残っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。